27歳 IT 企業でマネージャーをしていて年収600万です。25歳の元カノとよりを戻したいのですが、この子には32歳ぐらい僕と年収同じぐらいの彼氏がいて結婚しようとしてるみたいです。ただ彼氏が束縛がひどく、僕とその子が連絡できないようにしたり喧嘩などもするという婚姻家でもあります。またその子から僕のことがタイプと言ってくれていて、少しよりを戻すことを考えてくれているようです。そこで最後の一押し、その子と付き合うためにどうしたらいいか悩んでいます。作戦のアドバイスをください。拉致したら、結局のところ多分その32歳の人と結婚したいんだと思うんだけど、問題もあって、で下心があるのは分かってるけど、相談相手があなたぐらいしかいないので相談してるっていう状態だと思うんですけど、あの拉致って手出して相手の人が怒るっていう状態にしとくと、多分あの別れざるを得なくなると思うので、なのでよく使われてるっていう状態をうまく利用して相手とのトラブルを大きくするようにした方がいいんじゃないかなと思いますけど。ひろゆかチャンネル、ひろゆき切り抜き、ひろゆかチャンネル、ひろゆき切り抜き。